リプスアブドゥアブドゥ影響で飛空船が生物化してしまったのか。あなたが落としたのは金の斧ですか？それともこの銀の斧ですか？どちらも違う？じゃあこれかな。ここだけの話、このレベルの武器になると僕では無理だね。このエリアよりももっと難易度の高いエリアに行ってグランパに頼んでみてよ。お詫びにこれをあげるよ。また会いましょう。さようなら。世話になったな。また会おうぜ。おお、いい目をした人よ。果てなき冒険にいざいかん。